皆さんこんにちは。体操競技の湯浅健也です。この動画はインスタのジムニティにて記事にさせてもらっている技紹介を、やっぱり文字だけでは表現しづらい部分だったりだとか、伝えきれない部分っていうものを、まあ、より深掘りした形で皆様に届けられたらなと思っています。今回深掘りしていく技なんですけども、展開ハンドスプリング、先日の投稿でありましたよね。それもただの展開ではなく、ビッグタンブリングにつなげるための展開はどうやるのっていう記事なんですけども、この技術、この展開の技術っていうのは結構自分自身自信があって、もし、まあ、床の競技成績とはまた別で、もしビッグタンブリングにつなげる技術っていうものが日本でランキングが作られた場合は、結構上位に躍り出てくるんじゃないかなと勝手になんか自慢みたいになってて、なんだこいつってなってるかもしれないんですけど、まあこれには結構理由があってまあ一番大きな理由は、まず日本選手で展開からビッグタンブリングを行ってる選手が少ないっていうのがまず一番の理由ですよね。そうなんですよ。日本選手は結構その直蹴りからビッグタンブリングをする人が多くて、その直蹴りっていうのは、まあ走ってそのまま踏み切って蹴って回るっていうような形ですね。で、まあビッグタンブリングっていうのも説明すると、まあ前方向でも後ろ方向でもどちらでも構わないんですけど、まあ2回宙返りだったりだとか3回宙返りだったりだとか複数回回る技ですね。まあ2回宙返りしながらひねるとかでもビッグタンブリングですし、そう、3回宙返り回ってもタンブリング、そのビッグタンブリングになりますね。まあ、そこで、そう、僕が、なんで、まあ、こんな自信にちょっと満ち溢れてるかは、まあ、さておいて、その技術についてもちょっと深掘りしていきたいなと思っているんですけど、まずその記事にも書いていた、意識していることだったりイメージしていることっていう部分が、まあ、まずちょっと皆さんにピンときているかなって結構思ってる部分があって、足の軌道を最優先に行うってなんぞやっていう話ですよね。まず、まあ、そこは、まあ、なんかこれは結構その本当はそれプラスでいくつか書いてあるんですけど、もう僕の中では結構それしか意識してないんですよ。どっちかっていうと。それを意識することで、その他のことも結構全部意識できてるっていうイメージなので。まあその、僕の中ではその足の軌道を最優先に行うっていうのが結構メインで意識していて、それは普段の展開、ハンドスプリングっていうのは、まあ、倒立方向に足を振り上げて、手で押し返して地面を体を起き上がらせるっていう技なんですけど、やっぱりその今回の記事で目的としているのは、そこから、まあ、回転力だったりだとか高さ上昇力につなげるための展開なので、まあ、勢いっていうものをより加速させる展開でなければいけなくて、そのためには、まあ、どうしたらいいのっていうのがいろいろその意識していることだったりだとか、なんかイメージ持つことが、まあ、僕の中では大切だなと思っていて、そうですね、そのイメージとしても記事の中に書いてあるんですけど、伸身前宙連続、まあ、2回やるときとかに
2回目の心身電池を高くするために1回目の心身電池を低く鋭く行って蹴りをぶっ刺しに行って2回目ぶち上げるみたいなそういうイメージを展開にも持って、そのビッグタンブリングに、まあ、上昇力だったりだとか回転力をつけていくっていうイメージを持つことが大事の中で、だからそのどっちかっていうとその展開、ビッグタンブリングに向けた展開っていうものを、まあ、心身全中かのように行うんですね。だから手も押し返さない地面を、ただその自分の足をここに向かって思いっきり振り上げて、蹴りに行きたいっていう場所にまず振り上げて、そのために必要な、まあ、肩の位置だったりだとか顔の位置っていうのを定めるために、まあ、手で地面を支える程度押し返さないんですよね。であとはその振り上げたスピードでその蹴りのところまで足を振り上げて、でやっぱりそのそれができた中でやっぱりビッグタンブリングやるぞやるぞって思っちゃってると蹴りに行っちゃうんですよね。その足のスピードをつけたプラスアルファ上半身を自分でも起き上がらせて蹴りに行こうとしちゃうっていうのが結構その展開からビッグタンブリングをやる人に多く見てて、まあ自分自身も最初習得し始めはなんかちょっとやっぱり蹴り急いでしまって上半身を起こしすぎてしまうっていう、そこで蹴りが合わなくなってしまうっていうミスが結構出てきてしまったんですけど、それをまあなんか防ぐためにもやっぱ顔を上げたまんまにするだったりとか、やっぱ体を反ったままの状態で自分から起き上がりに行かないっていうことをまあ意識することが大事になってきますね。まあ、これは私自身の主観なんですけど、蹴り、直蹴りよりも展開のその技術を習得したらなんか楽に、それこそ展開屈伸、その屈伸ダブルだったりだとか屈伸ダブルハーフだったりだとかっていうものが楽に行えるんですよね。やっぱり思いっきり走って思いっきり蹴ってっていう直蹴りよりもその展開のスピード、まあ、それこそ僕助走は全力で走ってないですし、そのそれこそ展開する時の足の振り上げでちょっと本気を出すぐらいで、それ以外はあとは調節、まあそのそれこそ自分のいつも決めている肩のその地面から肩の高さだったりだとか顔の位置っていうものをずれないように、まあその肘のまあ、ちょっとした曲がり具合だったりとかその幅の広さっていうものが自分の中である程度決まってるんですけど、まあ、そこに、まあ、いつも通りの場所に持っていくっていう、まあ、ちょっと調節する部分っていうものだけ、まあ、意識しとけば、まあ、その実際に屈伸ダブルだったりとかそういうビッグタンブリングをする実施する部分ではすごく楽に感じるので、で皆さんはそのやっぱ展開によってなんかその蹴りがやっぱうまく合わなくなったりするから多分直蹴りするって人が多いと思うんですけど、なんかちょっとやっぱなんか食わず嫌いみたいな感じであんまりチャレンジしたことがないんじゃないかなって思う選手も多分いると思うので、ぜひなんかそのそれこそタンブリングトランポリンとかがある、まあ、通称タントラですね、タントラがある施設とかの選手とかはぜひなんかその練習方法として挙げた展開ジャンプだったりだとか、まあ、展開心身全中とかそういうのからでもいいので、なんかぜひチャレンジしてみたらいいのかなと僕的には思っています。そうですね、まあまあ、こういった技であったりだとか、まあ、今回に関しては床なんですけど、その他にも多くの種目、まあ、男女共に有益な、なんか技術だったりだとかを、まあ、インスタグラムを中心に、まあ、YouTube だったりだとか Twitter とかでも発信していますので、ぜひ YouTube はチャンネル登録
まあ、インスタ、ツイッターはチェックプラスフォローよろしくお願いします。では素敵な時間をお過ごしください。ありがとうございました。